もう一回やってみましょう。背中とか背骨ひねったりとか、こうやってやってもいいですね。両側をこうやってもいいし、こうやって重ねてもいいです。こうやって離してもいいです。そしてここの腰をもう一回ちょっと押してやります。こうやって重ねてもいいです。離してもいいです。3箇所ぐらい。そしてこの大殿筋の起始部、ここが腸骨ですね。腸骨、さっきの表裏殿筋というところですね。腸骨の指3本ぐらい下のところをちょっと押して、ちょっとこねるようにしたり、でど真ん中、梨状筋の真上をやったり、横の方、中殿筋、小殿筋。そして座骨ですね。座骨の上の方、座骨から仙骨から座骨に筋肉で、座骨から大転しに行く筋肉、そして座骨の真下、ここが小腹これ座骨、この座骨、ここ座骨、ここ座骨の下、ここからハムストリングキングが来ます。今ここと、ここと、ここをやってました。今ここをやってます。大腿二頭筋、半膜腰筋、半腱腰筋、ハムストリング、そしてこの真ん中辺の硬いコリコリしているところが陰門、そしてこう膝付近は硬くなってます。膝の、で膝になると膝、かかとがこっちに向いてますので、こうなってればほぼ真上ですけど、ここから外側に行ってますので、斜め外からへこんだあたりが一、でそこから下がってくるとふくらはぎのこう3分の1、ここからここまでの3分の1ぐらいのところ、硬いところ、小山、ここが今膀胱系ですね。ずっと膀胱系です。膀胱系、膝が悪い方がとか腰が悪い方は自分のももに足を乗っけて、ちょっとこうここ曲げ気味にして、この膝の裏の硬いところや、こう相手がや聞ける場合は、相手がやってほしいっていうところをやってやってください。タオルをつけて、タオルをつけて、タオルをつけて、これ座骨の下ですね、少々ちょっ
ちょっと真ん中よりも内側に見えますので、内側に見えます。だんだん外に向かってきます。陰門、この膀胱系、まあ、膝を曲げる筋肉、ハムストリングから皮膚筋、その下がヒラメ筋、それでですね、あと足の裏ですね、ちょっとかかとの辺を支えて、こうナックルで、かかとが越えたらもう両手でいいです。ナックルで1、2、3、4、5、6 1、2、3、4、5 3、4、5、まあ外反母趾とある方は内側も やってください。こっちも最初足がグラグラしてしまいますので、こっち支えて、かかとを越えたら、大丈夫ですか？大丈夫です？痛かったら言ってくださいね。内側、ヒールを履いてる方とか外反母趾の方はこっちの面もやってると思います。こっちからやってもいいです。こっちからこうやってやってもいいです。こっちからだとこう支えられますので、こっちからやってもいいです。こうやって布団の上等でこうやってやる場合は足のかかとでやってもいいです。ベッドだとちょっと怖い場合は別に場合は手でやってもいいですけど、布団の上なので安全な場合はこうやってかかとで踏んでもいいです。あとこうつかみ技でいくと、こういうこうでこう倒していくように、こう芯を掴んで芯をこう伸ばすように、掴み技でこうやってますね。でこっち側からやってもいいですし、反対側に回ってもいいです。どっちでやっても今やりやすいように、でここでちょっと運動療法ですね、まあ、あと一番最初にやった、優先とか促進などをしてもいいです。で運動療法をやりますね。膝を曲げますって言って、ここを下と上で支えて、足首を優しく回して、あとちょっとこう動きを見て、ちょっと上に持ち上げたりして、シェイクするように首をつってやったり、ちょっと上にポンポンポンとしてやったり、膝に手を当てて足の裏が天井と平行になるように大きく、だんだん大きく回してやる。